秋田ノーザンハピネッツオラホの選手インタビュー。秋田ノーザンハピネッツの日本人選手9名から毎回1名をピックアップ。開幕へ向けての意気込みやオフシーズンの過ごし方などを聞いていくインタビュー企画です。最終回の今回はどなたが登場するのでしょうか。そして選手へのインタビュアーはこの方、秋田ノーザンハピネッツアカデミーコーチの内村翔也さんです。さあ、それでは秋田ノーザンハピネッツオラホの選手インタビューご覧ください。まず初めになぜもう一回金髪にしたのかっていう理由って何かあるんですか？完璧いじってるでしょ。いや絶対いじってるでしょ。いや言っとくけど、これ金髪じゃないからね。最初今ちょっとあれだけど、最初何だ、銀髪だからね。シルバーだったから最初銀髪。なんで銀髪にしたんですか？気分だよ、気分。気分、こもってたからちょっとこもりっきりだったから、ちょっと少しでもこうさ気分変えたかったじゃん。あ、まあ特にそんな大した理由ないんだけど、銀にしたら。銀髪ピンクにする予定はないですか？絶対ない。ないです、ね、絶対ない。なもう一回登るやっちゃったし。え、一回登るがやっちゃったし。あ、そうっすね。絶対似合わないし。いや、わかんないです。やんないよ、いじられて終わるだけだろ。俺がピンクしたら。こう自分の目標と。硬いね、質問が。目標があると思いますけど。質問が硬いね。どうですか？目標？はい、頑張る。頑張る。頑張るよ、俺は。1年間頑張るよ、しっかり。なるほど。頑張るよ。これ結構対話にならないですね。頑張るよ。そこは何回行かないと。頑張ります。1年間頑張るんだよ。頑張る。中でも頑張るものは、頑張ることを頑張る。頑張る。いや、まあだからみんなが言ってるようにちゃんとこうチャンピオンシップし出て、優勝っていう大きな目標を掲げてやることで自分たちのスタンダードを上げていきたいっていうのもあるし、それはまあ明確にヘッドコーチが言ってることだから意識してやんなきゃいけないところはやっていきたいし、まあそのために自分ができることをやるっていうことと、まあこういうコロナだからっていうのもあれだけど、まあよりこうね、あの地域にこう根付かせていきたい、もっともっとっていう、もっとみんなに愛されるようなチームになれるのかな。まあもともと多くの人に応援してもらえてる部分はあるけども、まあその中でもっとこう秋田っていう、はい、まあなんていうの、こう地域っていうか秋田県をこう盛り上げて、秋田県の皆さんと一緒にっていうのをこうより一層強めれるのかなとは思ったり思わなかったりしてるけど。なるほど。あの今年からあの健三ヘッドコーチの方がオラホアップっていうのを題していろいろこう地域貢献活動みたいな、ゴミ拾いしたりとかいろいろやられてると思うんですけど、そこら辺は実際やってみてどのような感じ？めっちゃゴミ拾ってるよ。めっちゃゴミ拾ってる。っ ってことは秋田県いっぱいゴミが落ちてると思う。いやでも、まあその具体的にどうだったかっていうことよりは、まあそういう、まあいろんな、まあ何がっていう、そういうのもいろんなのをやりながらこうね、具体的に何かしたっていう言えば今のところそういうゴミ拾いだったりはしてるけど、まあでもこうチームとしてもやりながらも、まあ選手おのおのでいろいろとこう、こういった今までと違う状況の中でもやれることはあると思うし、やっていけれたらいいのかなとは思うけど、まあでも単純に会場であれだけの空間作ってもらえてる時点でまずはやっぱり愛されてるなって感じる部分もあるし、まあ一緒に戦ってる雰囲気も作ってもらえてるのはありがたいことで、まあやっぱりこう街中で声かけてもらうことも多いし、そういうのは本当に嬉しいし励みになるところで、なんかこう皆さんのおかげで私も頑張れますとか僕も頑張れますとかっていう声もかけてもらえるし、まあ、なんか目に見えて結果じゃないけど欲しいわけでもないから、まあ、だから何がっていうところがないけど、少しでもこう、まあ、見えないところでもみんなの支えだったりとか、まあ、もっともっとこう応援してもらいたいなっていうふうに思ってもらえるようにっていうところは、まあ、意識してやってるし、まあ、ちゃんと頑張ればいいんじゃないかな。ちゃんと頑張れば。結構あの食事も自分で作って、そう気をつけられてる。そこら辺の人よりは作れるよ。それいつからなんですか、やり始めたの？3年とか
4年ぐらい前かな。やっぱきっかけはこう年を感じてとかなんかそういうのってあるんですか。いじってるよね絶対。いじってない、いじってないです。年を感じてるとか言い過ぎでしょ。言い過ぎでしょ。体のことを思ってって言いなさいよ。年を感じてって言い過ぎでしょ。いやバランスよく、バランスよくちゃんと食べること、うん、何に偏らないでちゃんと毎日バランスよく食べて、いろんなものを食べてっていう。栄養士さんついてもらってるから、まあ、こんだって毎日自分で考えてるけど、なんかまあ1日トータルでまあちゃんと栄養取れてるかなとかっていう、そう、まあ、完璧じゃないよ。でもできる範囲でやったりとか、あと俺にとってベストなやり方でやってるから、まあ、別に全員が全員同じようなやり方する必要もないし、だからまあ体重の本当に増減が結構やっぱり影響してくるから、最近特に道具っすか、まあ、道具っていうとあれだけ、なんか作り置きはしたくないっす。あのやっぱりなんかなんとなくフレッシュなもの、はい、だ2日間ぐらいかな、副菜をちょっとちょっとこうバランスよく作った時に副菜作ったら、それも大体2日ぐらいで食べきれるようにする、一応作っても、まあ、あとはちょっと冷凍をうまく使ったりね、冷凍食品じゃなくて作ったものを冷凍しておくとかはしてるけど、マネージメントがすごいですね。いやまあチームでちゃんとこうやってくれてる部分もあるから、まあそこで食べつつ自分でこう補食じゃないけど、なんかちょっとバランス整えて、まあ別のもん取ったりとかっていう感じかな。で持っていくこともあるんですか。持っていくっていうか向こうで買うって感じ、まあ、そのそこでできる、そのタイミングでできるベストをとりあえずまあこれでっていう感じ。食事の話になっちゃったよ。チームの話じゃなくて食事の話になっちゃったよ。もうでも結局勝ちたいけど、チームとしてやることやらないとうち勝てないし、もともとそんな言い方悪いけど今までも成績で言えばいいわけでもないから、力のあるチームとやって勝つには自分たちのやらなきゃいけないことだったり求めてるものをしっかり理解してこうやり続けなきゃいけないし、それで結果勝てるか勝てないかでまた次につながるから、なんかあんまりこうそこより自分らがどうするかっていうところの方に逆にどんどん目を向いていくかなっていう感じかな。俺が多分イライラしてフラストレーション食べて、それプレーに出したりとか表情に出してプレーしてると終わるでしょ。まあそうですね。でしょ。終わります。多分あんま良くない、あんま良くないのかなと思って、一番上だし。だからまあ年齢的にもそんなことするあれでもないし、まあだからまあ逆にこう少しリラックスしたような表情は見せたりはしてるけど。考えたことないかな。なんか自分がどうしたらいいかよくわかんないから、自分でできるようにやりゃいいかなって感じ。なるほど。なんか誰にもなれないし、もうなんか俺は俺だから、もう俺ができる最大限の俺が思ったことやればいいかなと思った。来たね、一番真面目な質問が来たね。怪我しない。怪我しない。結構体大事にしますね。怪我しない。いや、年を感じてます、ね。去年怪我だ。またお前またいじったよ今。いや、振りかな。いや去年怪我多かったしさ。はい、いやまあちょっと防ぎきれないのもあったりはしたけど、まああんま怪我するのも良くないしさ、もうね、健康で痛いよね。健康で痛いのは事実なんだけどさ、ちゃんと開幕した時に、まあホーム開幕もそうだけど、まあリシーズンが始まるとかホーム来るとか、まあ、そういうところに向けてちゃんと自分のコンディションがベストに持っていけるように、自分としてはやっていかなきゃいけないし、まあ、それまでにチームとしてもある程度は作らなきゃいけない部分は間違いなくあるから、まあ、難しい状況もあるけど、この中でやっていけるようにしなきゃなとは思いますけど、当たり前のことだけど、はい、まるぜ、もう残念ながらあんまり考えたことないね。ちょっとあんまりこう言わない方がいいかもしれないけどこういうの言わない方がいいのかもしれないけど、でもなんか始まりはもう、いやそうだから、リーグ始まっちゃったら始まっちゃったって言ったらあれだけど、なんか
からそこに、でも やっぱホームでやると、あこれこれっていう、そういう感じはあるかな、始まれば。でもなんか始まる前にこれだから、まあ、やっぱこうホームの開幕だとか、うん、アウェーで開幕だとかっていうのはあんまり感じたことないかな今まで。いやまあこれだけやってんのに怪我するって、もうなんかさ、もうどうしようもねえじゃんそんなの、もう怪我しちゃったら、うんって感じ、って感じって言い方するとあれだけど、だって怪我したくて怪我してる人いないし、まあ、でも いざ自分が怪我したらうわってなるけど、でも、うん、だそのためにも怪我しないためにもちゃんとやることやらなきゃいけないし、ちゃんと普段から手入れをしなきゃいけないし、ベストなパフォーマンスを常に出せるようにやらなきゃいけないから、まあね、名前だけじゃなくてそうやって、こうキャプテンなり副キャプテンなりやるっていうところでは自覚持ってやることで、また少し変われる部分もあるのかなと、まあ、その名前に負けてほしくはないけど、押しつぶされたりとかっていう、ただだからキャプテンだから何かやらなきゃいけない、副キャプテンだから何かやらなきゃいけないっていう、そういうわけではないけど、まあ、うん、彼らなりにやれるものはあると思うし、まあでもね、それに任せっきりにするつもりはないし、俺は別に俺でやれることあるからやるつもりではいるけど、まあ一緒にチームをいいものにできればなとは思いますけど。いや無観客で試合したことないから、不思議な空間で試合してる感じ で、 でもやっぱりあそこに見に来てくれる人がいるいないってやっぱり違うなっていうのは改めて感じたかな、あの状況でやって。そういった意味では自分たちのホームの試合って間違いなく後押しがでかい部分があるなっていうふうに感じる部分が多かったかな。なんか結構コロナがあって自分たちがこう一生懸命やることでみんなと一緒に頑張ってみんなに元気を与えてっていうと風な、なんかこうできたらなと思ったりしている中で、逆にこんな時期にいろいろ大変なこともあったりする中で、こう多くの人にこう、まあ、いろんな、まあ、なんていうのツールじゃないけど、まあ、物を使ってやっぱり直接じゃないけどこう関わることがある中でこう元気をもらえることが多くて、やっぱすごく嬉しいなって思ったし、やっぱそういうふうに思ってもらえてるのってなんかこうなかなかないのかなっていうのもあったし、もう逆にこうもっともっと恩返ししたいなと思うし、とは言いながらもあの試合が始まれば勝ちたい部分もある中で、まあ、一緒にこう支え合って頑張っていけたらなと、なんかこう応援してもらってるっていうよりはいつも毎回毎回、まあ、言わせてもらってるけど、なんかこうしてもらってるっていうよりは一緒に、戦っていけたらなっていう、そうやって少しでもこうまた勇気元気を与えてお互いに頑張っていけたらなとは思ったり思わなかったりしてます、まあ、背番号51番古川隆俊です。皆さん健康第一にしてください。間違えた。健康第一ですよ。健康第一でね、はい、頑張っていきましょう。はい、ガーイ。最終回秋田ノーザンハピネッツオラホの選手インタビューは51番古川隆俊選手でした。副キャプテンとしてのコメント、笑いありのインタビュー、楽しかったです。そして長谷川選手に続くピンクヘア、いつか楽しみにしてます。 B リーグ2020-21 シーズンは10月開幕。秋田ノーザンハピネッツの初戦は10月3日4日アウェーの地で B1 初挑戦となる信州ブレイブウォリアーズ戦からスタート。 B リーグは全試合バスケットライブで視聴可能です。会場になかなか行けないという方は
バスケットライブで応援してください。そして秋田ノーザンハピネッツのホーム開幕戦は10月17日土曜日。開幕戦情報はクラブ公式ウェブサイトをチェックしてください。秋田ノーザンハピネッツの2020-21シーズンは間もなく開幕。アリーナでオラホの選手に熱いブーストを送ってください。それでは今シーズン秋田ビートで盛り上がりましょう。